デビット・ウェルズ、デビット・リー・ウェルズ、デビット・リー・ウェルズ、1963年5月20日帯は、アメリカ合衆国、カリフォルニア州トーランス出身の元プロ野球選手、投手。現在は、野球解説者、ベイブルース愛好家としても有名。現役時代は MLB を代表する左腕として、知られた。1998年5月17日には、 完全試合を記録している。ドラフト二巡目で指名されトロントブルージェイズへ入団。6月30日、メジャーデビュー。しかし、デビューから2000連続で負け投手となり、防御率15.19で7月12日にマイナーへ降格した。9月に再びメジャー昇格を果たし、リリーフとして16試合に登板した。9月2日に、メジャー初勝利を記録し、 18日にメジャー初セーブを記録した。は、全41試合をリリーフとして登板した。4月の防御率は5.60だったが、5月は1.50と改善したが、6月は6.00で7月10日にマイナーへ降格した。8月26日に昇格した。翌、54試合にリリーフとして登板し、7勝4敗2セーブ。 防御率2.40の成績を記録し、メジャーに定着した。オールスターゲーム以後、5勝0敗、防御率0.90の高成績を記録している。は5月24日に3年ぶりに先発登板し、以後先発ローテーション入りした。先発で25試合10勝5敗、防御率3.11、リリーフで18試合に登板し、計11勝6敗3セーブを記録した。 は9月8日まで、先発投手として28試合に登板し、14勝10敗、防御率3.75を記録したが、5月3日から7月24日かけての16試合で11勝1敗、防御率2.23の好成績を記録している。9月15日の登板以後、閉幕までリリーフとして12試合に登板した。自身初のワールドチャンピオンとなった。しかし、 ウェルズの成績は7勝9敗、防御率5.40に終わり、8月20日のブルワーズ戦では13次席点で、球団ワースト記録となった。開幕2日前の4月3日にデトロイトタイガースへ移籍。4月は4勝0敗、防御率1.47と好調で、6月19日までの成績は9勝1敗、防御率2.68だったが、 それ以後の成績は2勝8敗、防御率5.94で、8月1日から20日にかけて故障者リスト入り。は4月20日に故障者リスト入りとなった。6月4日に復帰を果たし、8月10日のブルワーズ戦でメジャー初完封を記録したが、8月12日に1994年から1995年の MLB ストライキに突入したためこの試合を最後にシーズンを終えた。 シーズン途中の7月31日に新シ品シキレッズへトレードで移籍した。2球団で自己最多の16勝を記録した。12月26日にトレードでボルチモアオリオールズへ移籍しは開幕から3戦目までの防御率は1.50だったが4月21日から6月15日にかけて10試合の当番で1勝6敗、防御率7.32で。 最終的に11勝14敗を記録した。オフにフリーエージェントとなり、ニューヨークヤンキースへ移籍し、ベイブルースの背番号3を要求したが、永久決番のため33となった。7月19日のブルワーズ戦で3年ぶりの完封勝利で通算100勝を達成し、初回には通算戦三振を達成した。7月30日のアスレチックス戦では、ロン・リドリーの18に次ぐ。 球団史上2位、対、自己最多の1試合16個の三振を奪っている。5月17日、MLB 史上15人目の完全試合を達成し、前後の3試合で、連続38人の打者を抑え、リーグ新記録となった。オールスターでは、先発投手を務め、4月7日から6月2日にかけて、8連勝、6月20日から9月1日にかけて9、 連勝を達成し、18勝4敗防御率3.49、リーグトップ後完封を記録した。2回目のワールドチャンピオンとなり、サイヤング賞の投票で3位となった。シーズン終了後、ロジャー・クレメンスとの1対3の交換トレードで、フルスのブルージェイズへ移籍。移籍一年目のは、自己最多の十一点二回を投げ、十七勝十敗百六十九三振を記録し、 三振数は左投手として球団史上歴代1位となった。2年目のはオールスター開催までに球団史上初めて15勝をマークし、自身2回目となるオールスターで先発投手を務めた。自身初の20勝を37歳124日で達成した。これは史上2番目の恒例記録である。シーズン終了後トレードでシカゴホワイトソックスへ移籍。 しかし、故障のため5勝7敗の成績に終わり、7年ぶりに、投球回数が200を下回った、再びヤンキースへ移籍。チーム最多の19勝を記録した。シーズン最後の当板となった9月28日、通算200勝を達成。シーズン終了後星の手術をしたためヤンキースは、マイナー契約でと目論んでいたが、サンディエゴパドレスへ1年契約で移籍した。 は12勝8敗、防御率3.73の高成績を記録し、2004年12月11日に年契約で、ボストンレッドソックスへ移籍移籍1年目の2005年は15勝7敗だったが、防御率が4.45と、大幅に悪化した。8月31日、トレードで、パドレスへ移籍この年は、故障に苦しみ、3勝5敗に終わるも、 オフに1年300万ドルで契約した。8月23日ロサンゼルスドジャースへ移籍。は、FA として迎え、同行が注目されていたが、5月になって、先発投手の不調に悩む、フルスヤンキースへの復帰の可能性が報じられて、話題となったが、実現しなかった。現在は、ターナーブロードキャスティングシステムや、FOX ス,スポーツにて、 解説やホストとして活動している。プロレスラーのような体型で、認めはパワーピッチャーのようであるが、カーブを主体としたメジャートップクラスの制球力を誇る。それを称するものとして、9イニングあたりの支球数が1を割り込むシーズンもある。和が強くトラブルメーカーとして有名で、頻繁に移籍を繰り返している原因にもなっている。2003年に、 好成績を上げながらも、ニューヨークヤンキースを放出されたのは、チーム内の様々な事柄を暴露する内容の本を出版したためと言われている。そのことで、チームから10万ドルの罰金が課されている。この暴露本の中で、自身が達成した完全試合の時は二日酔いであった、ことを明かした。同じ先発サワン投手の工藤君康と、ほぼ同世代であり、 44歳の2007年シーズンまで第一戦で投げ続けた。特に7月21日の対フィラデルフィアフィリーズ戦ではベテランサワンのジェイミー・モイヤー投げ合い、計88歳307日の最高齢サワン対決記録を樹立。もう、イヤー同様30代になってから本格的に開花した遅咲きの投手である。ウェルズはベイブルースの熱狂的なファンであり、 あだ名の、ブルマーの由来も、ベイブと同じく赤ん坊を意味している。ウェルズは、ベイブルースは俺にとって最初の本物のヒーローになった。彼は、当手もできて、打つこともできて、それにホットドッグを17本も食べられた。大いに食べ、タバコを吸い、酒を飲み、たくさんの愛人を囲っていた。これほど愛すべき人間はいないだろう。とルースに対する自身の見解を述べている。 1997年のヤンキースとの初契約時、ウェルズはチームの永久欠番であるルースの背番号3を要求。結局、俺はベーブルースの2倍の存在になることができると背番号33に落ち着いた。同年6月8日のインディアンス戦ではオークションで競り落としたルース実施用のキャップを被って登板した。同試合の1回終了時に 当時の上通り監督に見つかり、最終的にキャップを脱がされ、3回でマウンドを降りている。ブルージェイズからドラフト指名された当初は、線の細い青年だったが、ビールの飲みすぎにより、体重が急激に増加。すぐに、体重は1 0 0ラムを超え、マイナー時代には、毎日の軽量を義務付けられてた時期があった。しかし、体重計のメモリを操作し、 コーチたちの目をごまかしていた。2003年には、俺はゴムのような腕を持っている。あまり練習する必要はないんだ。と語っている。また、練習熱心なことで知られるロジャー・クレメンス、アンディ・ペティット両投手を皮肉って、彼らはコンディショニングで20年間メジャーで稼ぐ方法といった本やビデオを作ることできる。だが、俺は、 練習しないで20年間プレイできる方法を書くことができるんだと語っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。